こんにちは。あら、女研究員。まだ名前は女研究員なんだよね。でも見た目は完全にあれなんだよ。もしもし、突然の連絡申し訳ございません。あなたにお伝えしたいことがございます。あの、よろしければカプセルコーポレーションのトレーニングルームまでお越しください。なんだなんだなんなんだ、次から次へと。女研究員が何か伝えたいことがあるようだ。カプセルコーポレーションに向かおう。これから何が始まるんだ。こんにちは。あの、謎の人物の記録は残っていたのです。はい。名前は何これ、母乳。性別は女、もちろん地球外の宇宙人です。なんや母乳って、なんかでかそう。何かがどこがとは言わんけど。なるほどね。そのボニューという謎のキャラクターと対決することができるのか。なんかようわからんな。まず名前からしてようわからんし、なんやねんボニューって。ちょっと姿見てみたい、早く。戦いたい興味よりも姿を見たいという興味の方が大きいね。これはスペシャルトレーニングっていうのをやればいいのかな。ここにボニューがいるんじゃない。スペシャルトレーニングについて、トレーニングルームにスペシャルトレーニングが追加されました。スペシャルトレーニングを選ぶと、謎の戦士ボニューと戦うことができます。ボニューに勝利すると、より難易度の高いトレーニングが解放されます。キャラクターを鍛え、全難易度の制覇に挑戦してみましょう、とのことやね。何これ、これ映ってんのがボニューってこと。やめようかな。全然可愛くねえし、なんなんだ。いや、もうここだけしか映ってないから、もしかしたらね、下の部分はちょっとなんか大きかったりするかもしれないんで、とりあえずやってみましょう。推薦レベル40程度なので余裕でいけるわ。初級も初級なんでね。まあ、ストーリーをクリアしてたら誰でもクリアできるようなものでしょう。さあ、ボニューさん、体はなかなか強い。あ、ボイスもあるんだね。なんかちょっとエッチな方やけど、誰にも止められない。いや、ちょっと体は何なの、周りになんか出てるの、なんか武士みたいなのあるけど。まあ普通に倒すわ。ちょ、体をもうちょっとじっくり観察したいんだけど、普通やね、普通よ。女の人プロレスラーみたいな。意外と粘るわね。いや、意外も何もね。しつこいやつね。いつまで私につきまとうつもり。いや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 、始まったばっかだし、つきまとうつもりなんて言われてる。案外強かったりするな。まあでもね、レベル差があるんで、これはもう余裕です。もうダメージがね、めちゃくちゃ通るんだよ。ほら、見てて、見てて。もうこんな時間かける必要もないわ。この初級のバトル、あっという間終わる。私の計算もう終わった。はい、終了。この、私が、なんたることは。この私が言われても、あんまピンときてないんだよね。誰オタク。求めてる人でもなかったし。おめでとうございます。あのトレーニングをクリアされたんですね。何度でも挑めるのでまた挑戦してみてください。いや、そんな気に今なってないんだよね、ぶっちゃけ。あ、これがボニューのソウルエンブレム。いるこれ。まあでも役には立つわな。いろいろとコミュニティレベルがそれぞれ高いので役には立つんですけど、そういった意味でしか役に立たないでしょう。で、一気に中級レベル75に上がる。じゃあ挑んでいきましょう。推薦レベル75レベルの中級謎の戦士ボニュー。さっきはちょっとね、レベル下がったのでスムーズにいけたけど、75レベルともなればそんな簡単には倒せないかな。あ、まあでもベジータのレベルが高いからね。まあ、これももう遠距離からのスーパービッグバンアタック。まだやられこれ連発でいけそうやな。あ、ノノ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 ノ、なんじゃその技。同じギニュー特戦隊のなんかジーツがしてきてた技ですけど、なになになに、ギニュー特戦隊が登場した。なんか現れたんですけど、ちょっと待って、何が現れたの。リクームか。いや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 、つきまとってないんだけどね、別に。誰が現れたん、そこの説明プリーズ。前はもう、あ、やっぱリクームだね。声で分かったわ。姿は見えないんだけどね。どこにおんねん、リクーム。お、クラッシャーボール。やっぱりね、あれジースの技だよ、あの球。てか、なんで増援呼べんの、まず。そこに
が驚く。あのの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 。もうあとは3発くらい当てるだけかな。ベジータの戦い方はこれでいい。上回れたでも言うの。オッケー、あと一発。そろそろ決めるわ。こっちのセリフや。はい、終わってない。なんでだ。終わった。フィニッシュ。うん、まこれもね、レベル差があるのでそんな難しい戦いではなかったわ。毎回倒した時にそのセリフ吐くんか、長えわ。誰やねんこの私って。おめでとうございます。未だ分からんぞ。うわー、で上級に関しては100レベル。ちょっと待てよ、今レベル高いのはベジータだけやからね。100レベルは無理でしょう。10レベル差前後空いてるとこのゲームって本当に戦えないからね。それはこっちにも言えること。どうだろうね、挑むだけ挑んでみるわ。ただ今のこの現状のレベルだと確実に勝てないと思うんでね。この戦いに関してはこのパーティーで挑んでいくわ。どれもね100レベル到達してません。ボニューと比べても10レベル前後の差があるからね、かなり厳しい戦いになるけど、このパーティーで上級クリアを目指してこれからやっていきましょう。まあうまく立ち回れば勝てないことはないと思うわ。そこまでのレベル差でもないから、ね、相手してあげるわ。まあ、とりあえずまずスーパーサイヤ人3になっておいて、あ、悟空もスーパーサイヤ人3になってくれたね。オッケーオッケー。あとご飯に関してもね、おそらく究極解放してるんで。うわ、でも与えられるダメージはやっぱさっきのバトルと比べて減ってるね。立場が違うもん。こっちの方がレベル高かったのがさっきのバトル。今回に関してはこっちの方が低いからね。まあサポートキャラをうまく使っていこう。あー、殴んだ殴んだ。これ攻撃も当たるとすんごい食らうから、もう基本遠距離からのビッグバンアタックよね。超絶チキン戦法で早めヒートになってこう。ノノ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 ノ、増援呼ばれる前に倒さないと。呼ぶんだからこいつ。でもこの遠距離からのビッグバンアタック、あーいいね、100万近くのダメージが入るんで。周りでなんかようわからんあの球体も倒しておかないとね。あれなんなのマジで、あれの説明がないからなんなのかわからん。バカなーじゃなくて、まだまだゲージ残ってるよ。これだけ打ち込んでまだ相手4ゲージ残ってるんだからね。ほらボニュー仲間呼んだ。こうなると鬱陶しいぞ。その仲間のレベルっていうのも100レベル仕様じゃないのこれ。あーでヒート状態入ってきたわ。これは厳しいな。あーノノノノノ、動けない。何呼んどんねんあいつ。まさかクルド呼んでる。今完全金縛り状態になった。オーマイガー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 、助けて。グルド呼んでるね。これグルド倒さないと動き封じ込められてそのまんま行くわ。 NO! なんだよバカって口悪いな。また動けない。グルド鬱陶しい。ベジータの体力もう1ゲージしかないよ。死ぬ。先手使おうこれ。惜しみなくね、惜しんでる場合じゃねえわ。あ、絶対コンビネーション使えるね。行こう行こう行こう。まずグルドを狙う。グルドに関してはレベル97で、まあそれなりにダメージは食らうので、あくまでもそれなりにやな。いやあかん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 。いつの間にかジースも呼ばれてるじゃないか。え、何それ。え、全部呼ぶつもりいました。え、嘘でしょ。今3体いるよね。うん、どう考えても3体いる。ほんでなんかボールもいる。あ、これ無理やわ。あ、もうレベル差が圧倒的にありすぎて勝ちようないわ。挑んでみたけどレベル不足すぎるもん。このスーパービッグマンアタックで12万程度しか食らってないこと。この弾を倒すのですら困難だからね。うまく立ち回ればいけるかなと思ったけど、やっぱレベルの差がこのゲームの全てなので、これはちょっともう無理やな。まあ、とりあえず最後まで頑張ってみるわ。誰に攻撃しとんのもはや誰を狙っとんのかもわからんわ。ボニューどこおんねん。ボニューの体力今どれくらい。あ、ボニューどこおんねん。ボニューが、あー、またこれもうグルードが鬱陶しすぎる。お前こんだけ距離取っててもあれか、金縛り判定あんのか。ほらもうおかしいだろお前、全然範囲内に入ってないのに動き止められてる流れから一気に行かれるんだよこれ。コード置くのは勘弁してくれよお前。
まあ、とりあえずある一定は削られているんだよね。あと3ゲージ言うてもまだ3ゲージやわ。これだけでお前ビッグバーアタック打ち込んでたら普通ね倒せるよ。どの敵も普通はね。どうも遊びすぎたし、遊んでねガチで来とるから。あーもううっとし、助けてくれ。ご飯ベジータを救え。カオスやもう何が行われとるかわからん。俺何して誰を倒しとんのや、目的がわからん。あーまた体力ピンチになってきたな。肉弾ダメージを与えてないからヒートゲージが全くたまらないよね。ちょっと肉、あーまあかん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 、もうやめろ後ろから後ろから。あーまた体力ピンチ。オーマイガー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 、もうここまで来たらちょっと先頭使いまくって倒すわ。誰の誰のなんだよこれ。まったもう、あと2ゲージになる頃合いなんだけどね。あとちょっとだ。よしこれであと2ゲージだね。明確に2ゲージになったわ。お絶対コンビネーションいける。これを次ボニューに当てていこう。あーいいねいいねいいね。これグルドンしたの欲しいわな。これめちゃくちゃダメージ与えれるから先やっときゃよかったわ。そんな変なポージングいらへんから早く攻撃せえやお前。そろそろ決めるわ。あーやばいぞ。あもうグルドやめろこれ。お前この流れからこのダメージなんだよ、一気に減らされんじゃねえかよ。イベントが違いすぎて。助けてください。何してんのか本当わかんないこれ。もうここまで頑張ってきたのは本当倒さないとね。頑張ってるって言っていいのかもわからないけど、もうほんまちょっと。あの辺は無視だ。てかこれボニュー倒しても終わりちゃうよな。俺ボニュー倒したら終わりになっと思ってるけどならないよねこの場合。敵いるんだから全部倒さないとあかんやろ。また先頭使ってね、何度だってしつこい。いつ終わるんでしょうかこの戦いは。まあ、とにかくボニューだけでも早く終わらそう。こいつを倒さないことにはまた仲間呼ばれるから。はい終われ、はい終われ、はい終われ、うん、やっぱヒート状態だと与えられるね、ダメージ。終わった、ボニューは終わった、ボニューは終わった。でも問題はジース、グルドも残ってるかな。もう連発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 、ヒート状態の時にもう、はい撃てや撃て、何しとんねん勝手に。格闘攻撃なんていらへん今この現場。あーヒート切れたわ。でもこうなった後はもうとどめ刺すだけだからね。終わったフィニッシュ。ランクは A ランク。 A でも十分だわ本当ね。レベル3だのよく勝てたな。はい、でも次から次へと上位呼んでくるしね。これで上級もクリアで、この上はさすがないでしょう。あ、ないですね。これでスペシャルトレーニングすべて終了。レベルの上がり方がエグすぎるよね。初期40だから次60で次80かなと思ったらね、中級で75まで一気に上がって最終的に100になっちゃうんだからね、とんでもねえわ。まあでもなんとか倒せたね、謎の戦士ボニューを。最後まで謎だった。いやこれ謎のままにしておきたくないので、ちょっとね Z 大全集で見ていきましょう。こいつをどんなキャラなのか。ありました。概要を読んでいくと、ギニュー特戦隊のメンバーは全てギニューがスカウトしてきた人材だが、実は現在の4人の部下よりも前にスカウトされた女性メンバーがいた。その名もボニュー。ボニューはジースと同じ星の出身で、戦士としての実力はもちろんのこと、知能が高く特戦隊の参謀的な立場を担う人材だったという。なるほどね、ジースと同じ星の出身だからジースと同じ色してるんだね。そこ気になってたんだけどね。でこうやって見たら、あ、名前の由来がやっぱわかるね。ボインとしてるもん。すごいボインとしてる。
ボイントしてるだけにもっとビジュアルがね、顔面のルックスが良かったらいいんですけども、日本人好みじゃないよねこの体型っていうのは。なんか海外の方にはすんごい受けそうなんですけど、ジャパニーズな和な俺はですね、ちょっとこの体型受け入れられないかな。母乳の秘密っていうのもあるよ。最初にスカウトされるほどの優秀な人材であって母乳だったが、義乳特戦隊の独特な雰囲気、とりわけ例のスペシャルファイティングポーズのノリについていけなかったため特戦隊を抜けてしまったという。なるほどね、確かに独特で変なポージングしなきゃダメという決まりがあるからね。俺はあれ好きだけどね。まあでも嫌いな人もいる。それが母乳だったんだね、まあ、だから幻に終わって、まあ、原作に出てくることはなく、まあ、完全に後付けキャラというかねそういう立場の人だと思うんですけども、まあ、なかなか面白いキャラクターですね。これまでのドラゴンボールでいそうでいなかったタイプ。あんまりやっぱ何度も言うけど好みじゃないですけどもね。